まあ、今日ちょっとね、ゲストを呼んで、少し対談形式でやっていこうといういつもとね違う感じになってますけど、今日のゲスト、ズオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、いつも通りのゲストなんですけど、正直確かにゲストなのかっていう話もある、はいはい。まあ、過去にね何度も動画出てもらってて、でなんで今日ズオさんなのかっていうと、まあ、話題のねラケット2本とも所有しているというところで、まあ、そこのね違いをどんどん聞いていきたいなと思って、ちょっとズームお願いしましたっていうところです、はい。で、まあ、今話題のね、よろしくお願いします。今、まあ、今というか今年ですかね、まあ、今年話題の2本を両方持っているので、一応ね1本目が後ろに映っている、CX の400ツアーですね。はい、まあ、ストリングもいつものやつですね。それは、はい、縦にエクスプロッシブバイト、横にエクスプロッシブスピード、色もこれは黒と青で、ちょっとこれはこだわりでやってます。渋いっすね。はい、メインカラーじゃない方ですもんね、両方ね。そうそうそう。で、もう一本が、はい、最近出たばっかり、夏に出たばっかりの、ヨネックスの V コアプロの100ですね。はい、100です。ヨネラのズオさんがね待ちに待った一本かなと思うんですけど、まあ、この2本を持っていて、で僕、まあ、YouTube とかアドブロ、まあ、ブログですねやってて、コメントですごい多いのが、V コアプロ100にしようかなとか、CX400 どっちにしようかなみたいなコメントが結構あってですね。はい。で、まあ、両方持ってる、で両方使ってるっていう状態のゾウさんにいや、じゃあこういう人はこっちがいいよ、いや、このラケットの違いはこうだよっていうのを今日はね、バンバン聞いていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。で、正直スペックがそのゾウさんの2本なんですけどまあめちゃ共通しているっていうところがまずあって、はいはい、フェイスが100、重さが両方、まあ、カスタムする前ノーマルだと300のバランスが320で、厚さが両方23のフラット、はい、間違いない、すごいですね、で見たら正直数字上ほぼ一緒なんですよね。で、まあ、27インチだし、はい、ストリングパターンも16、19、はい、ただ RA が、CX400 ツアーはカタログ値で67らしいですね、うん、そうですね、はい。で、V コアプロは公表されてないんですけど、テニスウェアハウスによると、まあ、63ぐらいじゃないかというふうになっているらしくて、うん、RA 値が違うっていうこと以外は、まあ、カタログで見る限りはまあ、一緒っていう日本になってるという感じなんですよね、うん、で、はい、まあ、それだけに多分悩んでる人が悩むというか、2本あって、まあ、どっちにしようかなって悩んでる人結構多いのかなっていう印象なんですけど、うん、はい、ここからはまあちょっとね両方使ってるズオさんに違いをね聞いていきたいなと思ってます、うん、で、はい、一応両方ボックス系に分類されるラケットじゃないですか。そうですね、一応ね、一応一応、はい、一応で、まあ、ボックス系って言えばやっぱり打球感のところで、うん、まあ、選ぶ人が多いのかなって思うんですけど、具体的にその打った感触でその2本って違いって結構ありますか？ありますね、あります。どう違うっていうと、まあ、まずこちら CX400 ツアーですね、はい、こちらの方が何て言えばいいかな、ボックス、はい、いわゆるクラシカルなボックスに少し打感が近いかなと思います。で、まあ、打感というところでは、そうですね、クラシカルな打感はちょっとしなってしなりだけあって掴んでくれてボールを離すというようなフィーリングの方になっています。
平面的というか、そうですね、こういうシナリ面に対してこうシナっていく感じという、順シナリって言ったらいいですかね。順シナリ、そうですね、こっち側に、こっち側にこうシナル、そうですね、こういうシナリっていうことですね、はい、これが縦シナリですもんね。そうですね、はい、今なんていうんだ、まあ順シナリでいいのか。そうですね、順シナリが割と強い、割と強いだけど、あのしっかり、うん、しっかりしたそのフレームの剛性を感じるので飛ばしてもくれるというところだと。別に硬いとかはそんなにないですね。硬いとは感じないですね。ストリング硬いの貼っちゃえば硬く感じるでしょうかまあそうですね、まあ、そこは自分の好みでっていうところはあると思いますが、極端なものを貼らなければ、うんうん、そんなに硬くはならないかなと思ってます。オリジナルとか貼らなければ大丈夫そうですかね。うん、そうですね、あとは極端な、角のあるストリングとかを貼らなければ、まあ、ポリツアスピンとかはちょっと、うん、きついかもしれない。あとリンクツアーとかですかね、そのあたりはきついかもしれないですね、はい、なるほど。じゃあ一方の V コアプロになると、はい、まあこっちも厚さも同じで、まあ一応ボックス系でっていうところで、でも違うっていうと、まあ感覚的にはどんな感じで違うんでしょう。これですね、実はよく見ると内側少し肉厚なんですよ、うんうん、CX400 とかより。なのでこのフレームの太さは同じでも、同じ、はい、正面圧っていうんですかね、はい、ここがあの若干太いです、うん、ちょっとモリッとしてる感じなんですね。そうですね。で、さっきのしなり打球感っていうところですけど、こちらの方が、はい、まあ、先ほどの RH でもある通り柔らかいです、うん、63なんで、まあ、低いですもんね、はい、うん、悪く言うと出ていかないっていう表現もあるんですが、うん、まあ、でもこの内側のこの肉厚さっていうところで少しパワーを補ってるのかなと思ってます、うん、でこちらはこのたわみも強く感じて、より、うん、なんていうんですかね、マイルドというか、ま、マイルドの近いのかな、表現が柔らかく感じるのはこちらですね。ああ、なるほど。より柔らかく感じたいならこっちですね、しなやか、うん、まあ、数字でも表れてる通りだと思います、まあ、確かに、はい、まあ、単純なそのしなりだけじゃなくて、まあ、トータルで打った時に、ね、まあ、柔らかく感じやすいのが、はい、V コアプロ100の方っていう、そうですね、ことですね、はい、ありがとうございます。まあ、スペック的には一緒だけど、そこはだいぶ違う、だいぶ違って言ってもいいレベルですよね、正直。だいぶ違いますね。まあ、この後、多分、ピッチとかの話にもなるとは思うんですけど、そのあたりの違いもあるので。ナイスな、予想だと思います。はい。じゃあ、まあ、打球感は、まあ、柔らか、どっちが柔らかく感じるかっていうところで、多分、はい、うん、区別する人が多いかなと思うので、うん、まあ、柔らかさがいいならVコアプロ100で、割とそのしなりつつもかっちりしたクリアな感じだったら CX というところかなと思いますね、はいはい、でそうすると次気になってくるのが、まあ、フィーリングの違いは分かったと。じゃあ性能というか、まあ、特にしなる系で重要なのがパワーだと思うんですよね。やっぱこう、はい、使いたいけどパワーが足りるのかどうかで、はい、まあ、特に両方そのより小さいサイズも展開されてるじゃないですか。そうですね、まあ、98があったりとか97があったりとか、うん、まあ、その中でじゃあ100が出たっていうことによって、まあ、どのくらいパワーが得られるのかっていうのはすごい期待している人がね多いなっていうのをすごい感じるので、まあ、もちろんその2本で比べた時もそうなんですけど、まあ、ゾウさんがこれまで使ってたまあ、ヨネックスの歴代モデルとかと比べてもどうなのかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、そのまあ最初じゃあ端的に同じようなストリングを貼った時に、うん、パワーがあるなって感じる、まあパワーっていろんな意味あると思うんですけど、はい、ゾウさん的にどっちの方が
パワフルなボールを打てるかっていう意味ではどっちになりますかね。パワフルって意味ではこっちだと思いますね。V コアプロ100、ただ飛び方に違いが大きくあって、はいはい、この2本、うんうん、こちらの方が、高さが出て飛距離が出るイメージ。高さと、まあ今あまあ、こう飛距離が出る、うん、そうですね。飛距離を今ちょっとパワーと表現してしまいましたが、はい、高さが出て球が飛ぶイメージです。うんうん、じゃあ CX400 ツアーになるとこちらの方が直線的に球が飛ぶイメージですね。 もっとこうペンって感じですね。そうですね。ただ、うん、今パワーだけの話って言いましたけど、球速もまた違ったりするので、はい、そこは難しいところですね。まあそうですね。はい、単純な飛びの、はい、なんて言えばいいんだろうな、距離で言うと同じくらい飛ぶんですけど、はい、飛び方が違うなっていうところですね、うん、この2本の違いは。よりこう上から飛んでくるような V コアプロと、はい、まっすぐ深くまで飛ばすような。CX っていう感じで、はい、じゃあよりボックスなイメージに近いっていう意味では CX の飛び方、 CX ですね。やっぱりクラシカルなボックスに近いっていう感じになってくるっていうところですかね、はい、そうですね。ちなみに例えばそのボレーとかになると反発力、まあゾウさんあんまりボレーしないかもしれないですけど、いや最近頑張ってるマジ特にこうコンパクトだったりとか、まあ、あとライジングとかになると反発力ってすごい重要になってくるじゃないですか。はい、そういう時に、まあ、これは多分パーとはまたちょっと違うとは思うんですけど、反発力みたいな点で考えると、はい、ズオさん的にはどっちの方が反発力はあるように感じますか？ああ、こっちの V コアプロですね。おう、V コア、それも V コアプロなんですね。そうですね。その、反発力か、反発力。うん。例えば、反発力で、まあ、簡単なに分かるっていうところだと、サーブとか反発力が結構重要で、速度が出るところだと思うんですけど、ね、はい、明らかに V コアプロの方が速いサーブが打てましたね。体感的に結構意外です。何のテクノロジーなのかが分かんないけどこちらの方が早い。柔らかいけどそっちの方が、まあ、反発力というか飛びも出るという感じなんですね。まあさっきもちょっとちらっと言いましたけど、これは多分ピッチの違いとあと、うん、スイートスポットの違いがあると思うんですよね。うん、そうですね、はい。やっぱりその。ピッチの話しちゃっていいの？あ、もちろんです。で、そのパワーの、まあ、パワーなり反発力なりが、まあ、V コアプロの、まあ、良くなっている、高まっている要因であろうっていうのが、やっぱりピッチと、まあ、フレームの構造とかになってくると思うんですけど、ピッチで比べると、V コアプロの方が、かなり、一つ一つの穴が大きいですね。かなり開いてるのでピッチが、はい、広い、一本一本が広いというところですね。広いですね。これ前作よりもめっちゃ広がりましたよね。はい、97も100もどちらもかなり広がってますね。まあ、旧作の100と今作の100、はい、この V カプロはもう別物だと思いますね、うんうん、そこのこうかなり連続性はあんまりない感じ。うん、前作の100の人は多分、うん、今回作の97でいいんじゃないかっていうぐらい違います、ね。うん、はい、なるほど。で、まあ、かなり広がった V コアプロに対して CX400 ツアーって、まあ、現物見たことある人だったら分かると思うんですけど、かなりセンターフォーカスなんですよね、黒目と。そうですね、はい、これ伝わるかな、変わんない中で、ね、難あのクロスの一本一本の隙間がすっごい近いんですよね。センターだけ極端に近いですね。ここがかなり詰まってます。その部分だけ見るとなんかセンター部分だけ見るとほんと18-20とかに近いぐらいのピッチに僕は見えましたね。その特にクロスも詰まってるし。そうなんですよね。
やっぱりそれがあれなんですかね、反発力とかボールの弾道の違いっていうのを生んでるっていうところなんですかね。もうまさにそこかなと思ってて、もうすごくわかりやすくて、ここ指3本入るんですよ、この一番下の隙間、はいはい、指3本入るんですけど、はい、CX は指3本だったのに、こっちはあの2本ギリ入るかどうかぐらいのメラ、ここか2本ギリ入るかぐらいしか空いてない、うん、なんかもう半分ぐらいになっちゃってるぐらいの勢いですね。ちなみに上もですね、上も3本入るんですけど、うん、2本入らないです。1本しか入らない。ほんとすごいですよね、新しい V コアプロ。そう。なんか、全然隙間、広がってます。ストリング貼るときもなんかちょっと、干渉しそうなんですよね、一番上が。止めてるやつに。あ、最後の、止めてる。そうです、そうです。はい。あれ、めっちゃね、通しづらくなるんですよ。いやー、なるほど。まあ、そのピッチの広さは、はい。はもう本当にだいぶ違くて、ここが純粋な反発力には影響してるかなっていうところ、はい、またさっきもう一個言ったのがスイートエリアの範囲ですかね、はい、ヨネックスの方がやっぱこの形状的に少し気持ち2本ストリング2本分ぐらい上にあります、うんうん、なるほど。 CX はもう真ん中って感じですかね。そう、もう真ん中です、もう真ん中です、完全に真ん中、うん、あんまりこうトップ打ちするような感じのラケットではないかな、ないところですかね。多分そこが顕著なのがサーブでちょっと上目で捉えるので、うん、なるほど。その時に V コアプロの方がアシストが大きいのかなと思います。そういう理由だったんですね、なるほど。で、まあ、じゃあ、まあ、柔らかいのはクイックアプロで、まあ、構造的な違いで、まあ、割とパワーもね、出してくれるクイックアプロで、まあ、両方、まあ、違いとかちょっと聞いてきたんですけど、今、両方並行して使ってるっていうわけですよね。はい。一応。はい。じゃあ、そのとおり。ああ、なるほど。じゃあ、その、ズオさん的に、それぞれのラケット、のまあ、購入した理由でもいいんですけど、好きなところって好きなポイントって違ったりしますか、まあ、性能も違うんで多少違うのかなと思うんですけど、気に入ってるポイントがあったら、まあ、1つでも2つでも教えてもらえたらなっていう。気に入ってるところは、うん、まあ、まず CX400 ツアーかですね、はい、こちらはそうだな、やりたいことが、うん、こう邪魔してくれないというか、素直に表現してくれるというか、はい、余分なことをしすぎないんですけど、しっかりアシストもあるという、うん、なるほど。そんなにすごい助けてくれるわけじゃないですけど、はい、まあ、見捨ててるわけでもないというか適度なこう距離感を持って、接してくれる感じのやつ、全てがちょうどいい、ちょうどいい、すごい尖った性能があるわけではないんですけど、はい、ちょうどよく全てがいい、うん、いい点数を出してくれるという、平均で高めな感じですかね。そうです、試合がブレづらいんですよね、うん、調子がこう上下しづらいというか、割と毎回コンスタントに、はい、極端に自分が崩すとかすごい上がるとかが、はい、まあ、少ないかなと思いますね。そこが気に入ってます。なるほど。じゃあ一方の V コアプロ100の新型になると、はい、まあ最近その、まあ、使い始めて1ヶ月ぐらいか、まだ1ヶ月ですね。どうですか、使ってみて、まあ現時点で、まあ、ここが気に入ってるよっていうのがあったら。明らかに CX400 ツアーよりもハイパワーのショットが打てるですね。まあ、人によるかもしれないですけど、はい、まあ、自分としてはこいつの方がハイパワーに感じて、うんうん、で、まあ、それを
制御したり、自分がまだそのこのくらいいけばこのくらい回転がかかるとかっていうのがまだまあ掴みかけてはいるけど、まあ、まだ完全マッチじゃない状態なんですが、はい、ですね、まあ、悪く言うとちょっと調子の良し悪しがあるんですけど、良い時の、はい、この調子のいい、この子とすごい相性がいい日がすごい自分の150点ぐらい打たせたので、先週ものすごい試合がいいみたいにできたりして、それを使いこなせるようになったら実はこっちがメインになるんじゃないかっていうぐらい、うん、ハイパワーなんですけど、この、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、こちらも、まあ、ほとんどスペックが同じってとこもあるのでアシストしすぎない点は同じなんですが、うん、あの先ほどのピッチとかスイートスポット話をした通り、はい、パワー出しやすいので、はい、そういうところが気に入ってます。ちょっとゴリゴリにできるというこっちの方が特にこうスピン系のボールでこう、そうですね、ガシガシ打っていく的な感じがより強まるっていうところですかね。よりこっちの方が、はい、そう、内なるゴリラが出やすいというか、うんでもそのゴリラに応えてくれるだけのラケットの精度を持ってるっていう感じっていうところですもんね。そうです。でハマった時はとてもいいプレイがずっと続いたので、うん、まあ6に関してはもうかなりの大会数出てると思うんで、まあもう間違いないとは思うんですけど、そうです、ね、リコアプロに関しては、ね、なるほど、これからまあセッティングも含めてやっていくっていう感じっていうところですかね。行きたいなと思います。はい、じゃあ今までの流れで言うと打感で比較するとちょいしっかりしてる CX で、柔らかめのクイックアップ、はい、でパワーに関して言うと、まあ、構造的な違いで CX400 よりは増産的にはクイックアップの方が、まあ、パワフルであろうと。そうですね、はい、でショットで見るとやっぱり高い弾道で打っていくのはブイコアプロ100で、いわゆるトラディショナルなボックス系っぽいショットをコントロールするなら CX っていう感じっていうところになってくるんですかね、はい、そうですね、まあ、ストリングでいろいろやってはいますけど基本的にはそういう性能ですねフレームそのものの特性としてはっていうところですね、はい、そうですね。ちなあそしたら現状使ってるストリングをちょっとだけ聞きたいんですけど、まあ最初に言ってた、はい、まあ、CX400 に関してはバイトとエクスプロシブバイトとスピード。そうですね、バイトとスピードです。いや僕も打たせてもらいましたけどそれめっちゃ弾道上がるんですよね。そう、弾道が上がりづらいこのフレームの弱点を、はい、なう弱点というか特性を少し変えて、はい、ちょっと高弾道の球も打てるようにっていうセッティングにしてます。いやびっくりしました本当、なんかこれ CX の弾道なんていうぐらい、まあ、そうなんです。ゾウさんのスイングが、まあ、グリップ厚くてスイング自体も大きくてっていう、 こうスイングプレーンというかスイング軌道だと思うんで、やっぱり持ち上がりが多少ないとやりにくいところはあったりするんですかね。そうですね、例えばそうだな、普通にストローク打つ分には多分この縦のバイトじゃなくてもいいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと苦しい時の弾道を上げたいとか、うん、そういうところで全く助けてくれないので、そこを助けるために少しセッティングで、うんうん、補ってあげてるってところです。ちょい足ししてるんですね。ちょい足しです。はい、まあ、ちょっと上条さんアドバイスも入ってるストリングでしたね。もうそのそっから本当に変えてないですねもうほぼ固定ですもんね、そのセッティングに。ほぼ6に関してはほぼ固定のストリングですね。それに対して V コアプロ100がどう煮詰めていけるかっていうところだと思うんですけど、はい、一応あれですよね、ヨネックスのストリングいろいろ今試してきた感じになってきてますよね。ただ今まだ2種類目で、なるほど、はい、これが今ポリッツァファイヤー125の黒、うんうん、合ってます。珍しいですね。ちょっとまあ周りに少ないですね。はい、ポリッツァファイヤーの125、はい、まだこれしか試してなくて、ああ、まあそのマイラケとしては
ですね。そうですね。その日ちょっとまあこれもともと 4G ラフが貼ってあったんですけど、はい、4G ラフの時はなんて言えばいい、ちょっとじゃじゃ馬でしてちょっとコントロールしきれなかったんですけ ど、まあ今このポリッターファイヤーの125を貼ってみて、今割とちょうどいいんですが、もう少し一瞬もうちょっとだけ掴む感覚が欲しいなと思ってるので、ちょっとセッティングをまあ変えようかなとか、もしくはこの一回この同じのを貼ってみようかな。まあそうですね、はい、考えてますね。ただ弾道が上がりすぎちゃうんじゃないかなと思って、そうですね、確かにそう、ちょっとピッチ狭いからこそバイトがいい塩梅に仕事するっていう可能性もあるので、もともと弾道が上がる V コアプロ100にそれを貼ってどうなるかちょっとね気になるところですね。そうですね、ちょっといい特性を消しちゃうかもしれないので、まあちょっとそこは冬の間にちょっと試してみようかな。そうですね、ぜひ、まあ、それも撮影させてもらってこんな感じになりましたっていうのをやろうかなと思ってるんで、それもまたちょっとね、はい、はい、覗いていきたいなと思います。そしたらまあ僕たちみたいな30代の男性であれば多分同じようなパワーレベルだと思うんですよね、大体、まあ、筋力というかテニスのキャリア的にも。だからまあ、今言ったようなその弾道を上げて打つなら V コアプロ100だし、はい、まあ割とまっすぐな弾道であれば CX だしっていうのでいいのかなと思うんですが、はい、ズオさん的になんかこうどっちがどういう人にってそれ以外に何かあったりしますか？ああ、なるほど。まあ、一応大まかにはその弾道だったりとかで区別すればいいのかなと。今まで言った打感とパワーと、まあ、弾道、まあ、ここまで違えばまあ大体選び分け自体はできるかなとは思うんですが、うん、まあ他にもあまたラケットがある中であえてそのこのねそれぞれ選ぶとして、何かこう他にもこういう理由でとか、こういうショットを打ちたいならこれを選ぼうとかっていうのがなんとなくでも思い浮かぶものがあったら教えてもらいたいなって思ってるんですけど、まずじゃあこっちの CX じゃない V コプロ、 V コプロですけど、はい、こちらはまあ、高速展開したい人かなと思ってますね。弾道は上がるんですけど、とはいえ、はい、反発力もあるので、あとコンパクトなスイングで言うと飛ぶのはどっちかと言われてもこっちだと思うので、何ですかね、攻めっ気がある人というか、あんまディフェンシブじゃなくて、はい、そうですね、相手のミスより自分から攻めたい人の方が向いてるかなと思いますね。じゃあそこはやっぱり従来からの V コアプロとはコンセプトで言うと別にブレてはないっていうような感じ。ブレてはないと思いますね。しっかり打って攻めていく人っていう感じ、うん、じゃあ CX400 ツアーになると、じゃあやっぱりいろんなことしたい人ですね、うん、まあ、スライスであったりとか、はい、まあ、タッチ系もこっちの方が出しやすかったんですよね。反発すぎない方、うん、はい、こっちで今タッチ系を出そうとしたら、すごい飛んでしまったので、まあ、ちょっと技術不足な面もあるんですが、いやいやいや、こちらの方がまだ取り扱いがしやすいというか、その何ていうの、うん、まあ、世の中器用な人ばっかじゃないと思うんですけど、はい、そんなに器用じゃない人でもこっちの方がまだその表現しやすいと思う、ね、例えばじゃあ5で打ったらちゃんと5で飛ぶし、7で打てば7で飛ぶしみたいなのがより、まあ、表現しやすいかな。なるほど、うん、ちょっと V コアプロはたまに仕事しすぎちゃう感じですかね。 V コアプロはその100今作の V コアプロ100はちょっと働き者ですねハードワーカーですね。じゃあなので、はい、例えばそうだな、結構自分の調子に左右されちゃう人とかはアシストが そんな大きくない方がいいと思うんですよ。なので CX400 ツアーの方がいいかなと思いますね、はい、多分確かにそう思う、うん、いろんな人
がいる中で試合で、あ、今日全然ダメだとか、あ、今日めちゃくちゃ良かったっていうのがある人は X400 ツアーの方がいいと思いますね。あ、刺さるなそれ身に覚えがあるな、うん、そうだな、すごい自分の調子そんな崩れないよ、毎回コンスタントにある程度出るよって人は、はい、もしかしたらこっちの方がそのパワーをちょっと増してくれるというか、の方っていうようなところも少し考えられるかなと思いますね。かなり実践的なご意見で、素晴らしい。個人的には自分の調子を結構崩しづらい方なので、はい、で、ただ、なんていうんですかね、崩しづらいんですけど、まあ、崩れる時も当然あるんで、まあ、で、はい、試合とかは割とコンスタントに草刀とか出てる中で、はい、結果をずっと出してくれてたので、ちょっとそういう意味で安心感がもうすでに芽生えてしまっているので、結構こちらをメインでは使ってはいますが、はい、要は信じて触れるというかというところですね。なので、調子の良し悪し、うん、さっきも言いましたが、調子の良し悪しにを個人的に感じている人はこっちで X なと思います。その意見はめっちゃリアルですね。ちょっとその、うん、実践でっていうのはやっぱね、大会出てる人じゃないとなかなか出てこないと思うので、うん、ちなみに昨日もこれでなんとかそっちでこっちで行って、いや、相手のマッチポイントが2点あったなとから逆転してなんとかってそうヘロヘロですよそういうことだったんですね。そうですちょっとね、ベイコアプロだったら勝ってそのもっと差が出てたかもしれないし、逆転もできなかったかもしれないし、サクッて勝ってたかもしれないし、ボロ負けしてたかもしれないまあそうですね、すごいゴリゴリに押せてボロ勝ちする可能性もあれば、このショットが入んないっていうので落ちて、調子が落ちて気持ちが落ちて負けていたかもしれないの、うん、ちょっと一個気になったのは、はい、ちょっと質問なんですけど、はい、ラケット的にはベイコアプロの方が、まあ、パワフルって言えるじゃないですか、とりあえず、うん、ただプレイヤー側で見た場合に、その求められるフィジカルの強さ、レベル、あ、なるほど、はい、で考えると、 V コアプロ100と CX400 ツアーってどっちが要求される、そのフィジカルプレイヤー側の、例えば体力、筋力、スイング速いのをどれだけ継続できるかっていうのを考えると、どっちの方が要求されるレベルって高いと思います？僕は予想では予想で V コアプロの方が結局、まあ、パワーはあるけど制御しないといけないから、まあ、フィジカルも含めて意外と大変なんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うんうん、それは両方使ってみて、ゾウさんのフィジカル的には多分両方問題ないと思うんですね。今まで97とか98とかだったじゃないですか。楽になったなとは思ってると思うんですけど、どうでしょう。確かに、うん、飛距離を制御するっていうことを体が、はい、に求められるっていう意味では、V コアプロの方が、そうですね、フィジカルは求められるかもしれない。もっと言うと、もっと筋力がない人だったら、むしろこっちでいいと思うんですよ。はい、なるほど、はい。割とそんなにスピンをかけて、スイングを毎回しっかりっていうわけでもなく、まあ、そうですね、スクールの中級とかぐらいの人でしたら、むしろこっちの方がパワーもあって、気持ちよく飛んでくれるのでいいと思うんですけど、それよりもちょっと上に行った時に、あ、飛ぶなっていうのを制御する、はい、インをかけようすると体に少しずつ負担がかかっていって、まあ、3セット目ぐらいには疲れると思うんですよ、うん、難しいですね。草刀とかってちょっとこう、はい、大体1日3セット4セットするので、まあそうですね、はい、結局決勝が4セット目とかな、そこでどんなパフォーマンスが出せるかっていうところでなると、はい、そうですね、ちょっとこっちの方がフィジカルは求められるかもしれない。こうつなぐ球とか適当に当てるだけとかって
許してくれないイメージがあったので、そのブイコアプロ100の方が、うん、ちょっとね、そのまあ、僕はあんまり合わなかった側の人間なので確かに今回ちょっとね、はい、話を聞いて、そのいいところをどんどん聞いていこうかなとは思ってたんですけど、はい、ね、ちょっとね僕には扱いがね難しかったですね、それはこれ合ってなかったね、合ってなかったですね、サーブ以外合ってなかった、なんか、うん、まあ出てがないって言ってましたもんね、うん、そうですね、ピッチも広いしフレーム自体もしなりが強いので飛ぶはずなんですけどね、うん、飛んではねいるんですよ、飛距離は出てはいるんですよね、確かに、うん、で、まあ、最近そのブレード買いまして、あのラケットのパワーでいうと全然こっちの方が少ないんですよ、そうですね、フレームも薄いですしね、はい、なんですけどオンコートになるとなんかこっちの方がトータルで見た時楽に飛ばせてるんですよ、うん、不思議なことに、やっぱりちょっとね、ねじれなさとか、しなり具合とか、縦しなりとかの差があるらしいんで、ちょっとそこら辺もね、今後深掘りした動画、解説動画作れればなと思ってるんですけど、これもね、やっぱぜひ、確かに先ほど言った通り、出力するパワーと抑えるパワーが別物だと思うので、はい、そうなんですよね。多分抑える側に力を使っちゃうので、疲れるなと思う、フィジカルが。うん、はい。でそちらは多分そのブレードは、ね、はい、そうブレードはブレーキがそんなに今のところいらないのかなと思ってて、はい、だから結局安定したいいボールが連続して打てるのがブレードの方なのかなと思いました、うん、ちょっとブレードも案外ね注目されてるんで、はい、ちょっとねこの3本はね今年の結構面白いそのフィーリング系ラケットっていうところなのかなと思いますので、確かにぜひ、はいはい、みんなチェックしてくれたら嬉しいなと思ってますし、ちょっと特集記事も作ろうかなって思ってますが、くくり方がいかんせんフィーリング系黄金スペックでいいのかどうかはちょっとまた後ほど相談させてもらおうかなと思ってますそうですね、はい、ということで今回はゲストにズオさんをお呼びして、まあ、今注目の2本ですね、CX400 ツアーと V コアプロ100の、比較、まあ、質問ですね、させていただきました、まあ、両方リアル使ってる中での意見聞けたので、はい、皆さんぜひ参考にしていただけたらなと思います。ズオさんも今日は、はい、いろいろ質問させていただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、まあ、ストリングのセッティングも含めて今後もまた継続してこういう企画やらせてもらえればなと思います、はい、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いしますこの、まあ、これもちょっとねわかんない、ちょっとそんな編集入れるかわかんないですけど